どうも、ウィリアム・テンプソンです。今回はですね、まあサムネイルの通り弟ができたということで、初めて買ったチャーチチェットウィンドよ。チャーチの表参道店が潰れる8年前に伊勢丹の新宿館で、メンズ館で買いました。チェットウィンドのエボニーが欲しくて、サイズもワンサイズでかい、革質もこんな、サイズがねでかいっていうのは私が悪いんだけど、ちゃんとしたの選ばなかったから、じゃらんするような入っちゃってんけどさ、これまあでも革質っていうか、私の手入れのせいでこういうシワができたんじゃなくて、最初からできてたから、買う時っていうか試着する時にもうあったから、ちょっとなんか怪しいシワが。でもその時さ、まだシワなんかあんまり分かんなかったからさ、ねサイズ感だっていまいち分かってないんだから、なんかもううまく買ってるつもりが買えてなくて、うまくね、っていうか別に新宿伊勢丹じゃなくていいわけだよ、別にさ、なんたら渡辺みたいなとこ行ってもいいしさ、ねえ、そこら中にあるじゃん、高島屋とかだってチャーチあるじゃん、で表参道店があるわけだし、まあまあまあそんな感じでね、私結構ですっごい思い入れがあってさ、絶対売りたくないのよ、捨てたくないので、純正のままであってほしいんだけど、ちょっとソールもねそろそろやばいかなっていう感じでさ、もうこの馴染み方がいいんだよなっていうところで、なんかもう革靴って長く履くためのものってことを前提になんかさ買うじゃん、っていうかそういう理由で買うじゃん。特にあの奥さんに財布の紐をねつまわれちゃってる人たちは、すげえこれ全然意味ねえね、だからさ、もうそういう理由からは全然話になんないんだけど、そういう理由でやってる人からしたら、私はこのチャーチチェットウィンドのエボニーを維持するために、チャーチチェットウィンドのエボニーを購入しました。まあ中古だけどね、うん、さすがにね新品じゃ今ちょっとそんなにうーってなっちゃうわ。でさ、エボニーよ、これよ。でちなみにねこれね、全く同じ4都市でも多分これさ、4都市でも古いんじゃないかな、より。あとね、ちょっと見た目違うと思うんだけど、サイズが違います。ワンサイズちっちゃいです。ほら、こんなに違う。ほら。色味もさ、もともとでももうちょっと綺麗な色だった気がするんだけどな。なんかこれ上から塗ってるクリームが、ちょっと、うん、合ってないな。そう、結構違うよね、なんか見た目がやっぱでかいわ。全く同じよこれ、ほんとワンサイズ違うだけで、これで売られててもまあサイズ違うけど、売られてても、ね、色味とかデザインで言ったらもうこの状態だってありえたって、っていうか私これだったんだよ。もう片方はさ結構綺麗な方だと思う。ほらなかなかいいシワでしょこっちは。まあでもこれもさ、受け入れることが大切なんだろうな、うん。っていうかもう受け入れてんだよ別に。でさ、これさ、出品者さん、なんか俺、シューツリー、何これ。レッドシダーシューツリーズコロンブス。いいのこんなのもらっちゃって。マジで？いや私ね、ちょっとこの靴を買った経緯をさ、説明したいなと思って。経緯って言っても、自慢するだけなんだよ単純に。え、これ、ありがとうございますだわ、マジで。なんだ、嬉しいね、これ。もう結構ちゃんとしてるし。私もう靴最近さ、なんか謎に買いまくってんからさ、シューツリーが足んない気がしてさ、なんかあるのかないのかわかんなくて、私、シューツリーがうちに。よくわかんないんだけど、なんとなく足りてんだよね、今のところ。でもさ、買うたびに、あ、シューズリーあったっけなとか、ちょっとポソッと思うんで、あ、紐取んなきゃ。そう。あ、そう、チャーチね。似合いんだよね、これ、ライトがさ、ちょうどさ。
これで見やすいかな。今度さ、白飛び。あ、こうやってわざとね、暗くすれば。おお、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。ほら、チャーチ4都市です。もう本当に同じ。で、ピントがね、ちょっと合わないかもしれない。60F173。なんちゃらかんちゃら、チェットウィンド。まあ、中は綺麗ですね。そんなに汚くないね。で、まあ、よーく見ると、わかるけど、ちょっとコバはね、もう、あんまり綺麗じゃないね、もう。コバ。なんか、目付けとかも消えかかってるし。でも、あんま履いてねえだろ、これ。あんま履いてないね、これ、絶対。まあ、オールソールしたらちょっと。でも、オールソールしてないでしょ、これ。ヴィンテージスチールついてんのね。色味がほら、なんかちょっと変だよね。ちょっとこの色味をどうにかしたいっていうと、あとね、まあ中古なんで水洗いしないといけないんで、今回水洗いするんですけど、エボニーを大切にしたいので、ほぼほぼあのライニングを軽く綺麗にする程度の水洗いしかしません。ジャブ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 やったりとかしない。ただ水がシミになっちゃうことあるから、それを防ぐためにつけはするけど、余計に洗剤とかは使っちゃダメで、私ね、本当にこれちょっと嬉しいんだけど、チャーチ変えて。あのさ、昔からね、昔からっていうか、もう、これ買って8年。で、なんなら3年くらいしたあたりから、なんかな、もう一回買ってもいいかなって、別のやつ。とか思ったりしたことがあったわけよ。でもさ、やっぱ思い入れが強すぎて、それはできないってなっちゃって。なんか、で、最終的にさ、まあ、履くけど、なんか、滅多な時には履かない。まし、結構ね、これなんか、まあ、ちょっとさ、いろんなさ、なんちゅうかな、まあ、試験的な、あの、学校とかの試験やの、なんか、そういう資格的な、そういう時とかにね、履いてったりしたの。で、なんか、願掛けみたいなさ、ことしてやってたから、そういうことでは使うけど、みたいな。なんか、そういう感じにしたいんだよね、もう。ソールももうこのままがいい。もう、これはこのままがいいわ。コバにどんだけこれ時間かけたか。で、ということで、チャーチ、ジェットウィンドウ、エボニー、もう一足必要じゃねえか、ってなっちゃって。で、ずっと探してたんだけど、ま、優先度としては低いよね。うわ、真っ黒。お、出た、チャーチ、チェットウィンドあるある。4都市チャーチ、チェットウィンドあるある。白くなってくる、どんどん。うわ、真っ黒すぎるよ、これ。使ってるあれがいけないね。ちょっと黒すぎるね。これはね、全然、チェットウィンドの良さを引き出せてない。なんか、コーヒー豆みたいになっちゃってる。これはこれでいいのかもしれないけど、あ、チェットウィンドじゃない、エボニーだ。エボニーの良さを引き出すのは、エボニーなんだよ。エボニーの良さってエボニーでしか表せないから。ああ。うわ、ちょっと待って、すっごいここなんか、ぐにょりと。何があったんだ、これ。相当なんかやんないとこんななんない。あ、落っことしたのかな、なんかに。あ、何これ、挟んだのかな、大丈夫だったのかな。よかったね、小指とかギャーってやんなくて。アッパーに傷あったらちょっと、かんぐっちゃうけど。え、大丈夫だったのかなみたいな。どうしよう、ライニングになんかいっぱい血液続いてたら、恐ろしいわ、そうしたらもう。さすがにちょっとわし、ちょっと、お払いとか持っていくかも。そっちの方が高くつくか。売るか。ただ前にさ、ちょっと話どんどん変わってっちゃって申し訳ないけど、前にさ、これ前も言った気がするんだけど、なんか、メルカリにさ、バリーの靴が置いて、売っててさ、定価20万円くらいするような靴がさ、バリーのね。なんか、1万、だから2万くらいで売っててさ、したら、死んだおじいちゃんの形見ですと書いてあって。いや、売るなよって書くなよ。なんでそれ書いたの、わざわざ。誰も買わねえだろ、それって思ってさ。言うなし。なんかそれ見てからちょっとバリーがさ、全部形見に見えてきちゃってさ。いや、まあまあ、そう、それはいいんだけど。
これ状態いいよね結構。ほんでね、まあ優先度は低かったわけよ。でも探してはいたの。でもなんかさ、やっぱセットウィンドのエボニーってね、高いんだよ。なんか希少価値があんのか、私が宣伝しまくったからかわかんないけどそりゃねえか。いやそんなことねえぞ。私結構チャーチにね貢献、中古市場だったら申し訳ないけど、チャーチにはでも貢献してるぜ、チャーチに。だいぶ。そう、でも、ま、結構真面目にさ、そうなんだけどさ、それは。いや、で、まあ、チャーチさ、高えんだよ、これ。メルカリとかで。いろいろ見てるよ。楽天はまずね、売り切れ、ほぼほぼ、エボニーは。ブラックだけ、なんかよくわかんない、27センチとかが、売れ残ってるだけ。いや、っていうか、こんなに違う色味。なんかちょっとのっぺりすぎだよね、これ。ほんと引き出せてないよ、これ。なんかさ。ダメよ、これじゃ。潰されてるエボニーが。っていうかね、コーヒー豆みたいな色で、例えばこれ系の色だとしたら、もっと透明感ある感じにしたいね。だったらね。あのエボニーじゃなくてこの色がいいっていう人も当然いるだろうからさ、そういうのにしてもちょっとこれは違うかなって。で全然ないし、高いし、あってもって感じでね、全然見つかんなかったんだよ。そしたらさ、たまたまちょっと高めだけど、まあ、状態もいいし、でも全体的に見たら安め。チャーチで見ると高いけど、チェットウィンドのエボニーで私のこのサイズっていうと安め。で、しかも綺麗だしっていうところで、もうね、即買いしたよ。即買い、本当に。見つけた瞬間買った。え、マジでと思って。で、まあ、瞬間って言っても、ちょっと見たわ、それは。あの、おすすめにさ、やられただけだからさ。え、実は安いのあったりしないとか思って。見たけどなかったから、それが一番安いから、じゃあこれでいいわと思って買った。いやー嬉しいわー、こうチェットウィンドウをさ、気兼ねなく履けるチェットウィンドウが、エボニーのチェットウィンドウがあるって最高だよね。本当にいいわこれ、色が。いや、そんでさ、あとね、エボニーのディプロマットも欲しい。でそれは探してるんだけどさ、なんかもし皆さん、なんかで見つけたら、6か、6ハーフだったら履けます、私。で、なるべくだ、っていうか、エボニーだとね、9チャーチはないと思うんだよね。だから、まあ、4都市、5都市、どっちでもそれはいいんで、エボニーの、ディプロマット、6か、6ハーフ。で、なんか、エボニーっぽいとかじゃなくて、エボニーね。で、まあ、ちょっと状態は、クラックと傷さえなければいいかな。とりあえずは。まあ、最低条件ってことで。ていうかさ、これ意外とすげえ使うんだけど、これ布を。今、裏の方とか使って、うまくあれしてるけど。なんかまださ、これ落ちきれてねえぞ。なんだなんだ、これまた、なんかさ、チャーチが施してた、実はね。実はチャーチ側が施していた、なんだっけあれ。なんか、アパラチアカーフか。あの、コードバンに寄せて作ったカーフ。お前それガラスレザーじゃね？じゃあガラスレザーと区別していたポリシトバインダー？まあ、ブックバインダーか、当時は。それは何の役割なんだよ。それの、下地の色を単純にバーガンディにしてコードバンっぽく寄せてんだけじゃねえのっていうさ、アパラシアンカーフっていうのがあったんだけど。そしてそのチャーチカレン。チャーチカレンっていうのは、173ラストでは、ね、ん ?100 か。100ラストではなく、ごめん。100ラストではなく、73ラストを用いた、チェットウィンドが、なんかね、本当に、ほんとちょっとだけの時期。
もう 2,3 年とかそんなもんだと思うんだけど、多くてもあったんですよ。だからラスト違いで名前が違ったっていう、チャーチカレン真後ろにあったわこれね。チェットウィンドでしょ。まあこれサイズでかいからさ、ちょっとあれだけど、チェットウィンドなのよ。ただ73ラストなの、これ。こっちは173で、これ173はもうチェットウィンドしかない、173に関しては。違う、100ラストと173がチェットウィンドだ。だからカレンは73ってだけで、チェットウィンドも73はあるじゃん、もともと。ちょっと73引退までのなんかセレモニーしといてみたいな感じでカレンがちょっとだけいたみたいな。そのカレンにまさかの、さっきの靴よ、わしすっごい樹脂が塗り込んであると思って、なんか最終的にアセトンで落としたんで、2回も水洗いしたんです。そしたらその動画をね、4時間ぐらいかけて撮った動画をアップロードしたら、まあチャーチにお詳しい方がですね、あ、それアパラチアンカーフってやつですよ、コードバンに似せて作った、寄せて作ったガラスレザーっぽい靴ですみたいな感じでさ、言って、実際調べたらそう書いてあるしさ、え、マジかよと、あ、やらかしたわみたいな。なんか結構貴重なものを奪ってしまった気がする、世の中から。でもね、あの靴はあの樹脂加工ない方がずっとかっこいい。かっこよさで言ったら、あの靴が輝けんのはあれだと思うわ。あの仕様が一番いいと思うよ、あの靴は絶対かっこいい、あれは。まあそんな感じでさ、すごい苦労した記憶があったから、この靴をまた何周もやるのかと思ってちょっと嫌気させたけど、まあこんくらいでいいでしょ。まあこれが多分エボニーのベースの色だな。うん、まあそんな感じでちょっと水洗いをしていこうと思いますので、ちょっとさ、まあこれちょっと試し履きしてねえよ。試し履きしないとさすがに。うん、おお、まあ日もやってないからあれだけど、まあぴったりだな、ぴったり。これでハーフ、どっちかっていうとハーフちっちゃいだな。でも全然タイトフィットではあり。でもね、履き心地はやっぱりね、173よりも73の方が私読んでやっぱ好きかな、履き心地はね。 AMG さんがよく言ってたけど、まあ、そんな感じで水洗いをしていきます。さあそれではね、水洗いをしていくんですけど、まあ水洗いはいつも通りです。でもう先説明しちゃうと、まあこうやってお湯でね、40度くらいのお湯で、湿らせてから、まあすごい完全に染み込ませる必要もないから、とりあえずざーっと水を入れて、今回ボディーソープでやったのかな。まあ石鹸とかだと弱酸性の石鹸が一番いいと思う。ボディーソープはちょっとpH高すぎて皮には悪いと思うから、まあボディーでシャンプーもなんか残るじゃん、ぬるぬる。だから一番いいのはそのボディーソープじゃなくて石鹸の弱酸性のやつとかがいいと思うんだけど、まあ前はね、ボディーソープやった後シャンプーやって、まあ中和させたりしつつ汚れもとりあえず落とすみたいな感じで。ボディーソープはね、そう、油汚れとかにすごい効くから、皮脂汚れとかね。だからほら汗とかさ、そういうの取り除きたいから、水洗いするときって。あとは単純にアッパーがねすごいベタベタになっちゃったとか、そういうときはもうボディーソープどころの騒ぎじゃないんだけどさ。でまあそういういろんな、なんつうの、リセットするにはちょっと強めなボディーソープの方がいいと思うんだけど、
まあ今回はね、まず こうやってまだ完全に染み込んでない状態でボディーソープやって、で馴染ませやすくしてからの、お湯攻めで、そこさ、あの単純につけてるだけだから、そこはさすがに取ってないけど、つけ終わった後、まあ10分くらいの、アフターっていうもう一応取ってあるから。でね、まあ、この靴について話そうと思うんだけど、一応もうこれ履いてます、磨き終わって。ただね、なんか水洗いの方法が悪かったのかわかんないんだけど、で今やってることがね、なんかすげえ薄くなっちゃってさあれこんなに薄いかって今の動画見てて思ってさ、あ、こんなに濃かったっけと思って、なんかね、これ真っ黒だったじゃん、汚れ落とししたときクリームが。だから相当この出品者さんがエボニーに寄せて自分でクリームで塗っていたのかなってちょっと思ってる。だからさ、ちょっとああいうのっぺりした、茶色に焦げ茶とか塗ったような時に出る汚い色だったでしょ、最初。でもまあエボニーに近いっちゃ近かったな。そう。だから私、普通に嬉しかったんだけど。まあ許容範囲内かなっていうところでさ、この開封した時が。ただ今ね、正直、許容範囲からちょっと超えてる気がする私。あれ、エボニーとは言えない。私、もう一つさ、チェスナットって色だったっけな。なんか、くすんだ茶色持ってんだけど、チェットインので。4都市。いや、5都市か、それ。4都市だっけ、ちょっと。まあ、5都市だった気がする。まあ、動画でもちょいちょいやってるけど。あの靴がさ、ちょっとだけほんの気持ち濃くなった、ワントーン濃くしましたみたいなくらいの色になっちゃったのよ、これ。チェスナットって茶色なのよ。で、それ持ってること忘れててさ。いや、これだったら別に、もうちょっと濃くしてもいいかなって。あ、今回ね、染色とかあえてしなかったんですけど。ちょっと、今まあ、とりあえず履き鳴らし中だから、まあ、靴ずれちょっとしたけど、全然、それは OK な範囲だったんで、まあ、あと馴染ませるだけだなっていうだけなんだけど、そう、ちょっと様子見て、また、気持ち染色、追加でしてみようかなと思っているんですけど、うん、怖いね、ちょっと。まあ、うまくできればいいんだけど。まあ、ちなみに履き心地とかはね、ちょっとタイトフィットめでぴったり。だから、もう、全然 OK。で、わしにしては珍しくね、履き口がわし、だいたい笑う靴が多いんだけど、細すぎんのかな。あの、ぴったり紐ギュッてやったらね、ちゃんとしました、この靴。いや、よかったよ。ねえ、もうまあ、ワンサイズ違うからさ、どうしようって思ったんだけど、ひよって、6じゃちっちゃいかなとか。でも、エドワード・グリーンはね、私6ちっちゃいんだけど、チャーチに関しては OK なんですよ。だそれを信じてさ、買ってみたら、まあ正解でしたね。きつくて靴ずれしてるというよりかは、単純に173ラストが足に合ってなくて靴ずれしてるって感じなんで、あとはもう173を馴染ませれば、まあこっちのもんですよ。ワンサイズでかくたって、ね、馴染んじゃうくらいなんだから。まあその汎用性をね、うまく利用して、この、2代目チャーチセットウィンドエボニーを、履いていこうと思います。今ね、ちょっと薄かったでしょ、色。まだらになっちゃってる。これで、ほら、ちょっと濃くなったでしょ。ただつけてただけです。まあこういう感じで、ムラにならないようにね、乾かした時に
その後残っちゃうから、なんか染料がね移行する部分としない部分みたいな感じで、まあそういう隔たりができて、その隔たり部分がちょうどムラになってしまう。そうね、これ綺麗になったでしょ。あとは普通に乾かすだけです。ということで次回は水洗い後の、保湿です。それでは。